皆さん、こんにちは。今回は宮城の親方についてご紹介します。ぜひ最後までご覧いただき、気に入っていただけましたらチャンネル登録、高評価、コメントをよろしくお願いいたします。今日は元横綱白鵬の再起をめぐる問題について詳しく取り上げたいと思います。2024年4月、白鵬が運営していた宮城の部屋が閉鎖され、元横綱旭富士が運営する伊勢ヶ浜部屋での新生活がスタートしました。しかし白鵬の道のりは平坦ではなさそうです。彼の過去の不祥事やモンゴルでの問題、そして元横綱旭秀山の介入など、白鵬を取り巻く状況は複雑化しています。今回はこれらの問題点を一つ一つ見ていき、白鵬の今後について考えてみたいと思います。宮城野部屋の閉鎖と伊勢ヶ浜部屋への移籍です。まず白鵬の新生活について詳しく見ていきましょう。宮城野部屋の閉鎖は白鵬の弟子である北昇龍が起こした暴力事件を白鵬が隠蔽したことが発覚し、日本相撲協会から処分を受けたことがきっかけでした。白鵬は師匠としての資格を失い、宮城野部屋は閉鎖されることになったのです。こうして白鵬は旭富士が運営する伊勢ヶ浜部屋に移籍することになりました。4月29日、伊勢ヶ浜部屋では白鵬を迎えての初稽古が行われました。朝8時から始まり、横綱の照ノ富士関も参加するなど、約4時間半にわたる充実した稽古となったようです。白鵬自らが回しをつけて指導に当たるなど、意欲的な姿勢を見せています。しかし白鵬の再教育がうまくいくかどうかはまだわからない状況です。というのも白鵬は現役時代、度重なる不祥事を起こしてきたからです。例えば金銭授受問題や自身の取り組みに物言いをつけるなど、横綱としてふさわしくない行動が目立ちました。こうした過去の行いが今回の処分の重さにつながったのは間違いありません。伊勢ヶ浜部屋の師匠である旭富士は白鵬の再教育に全力を尽くすと語っています。旭富士自身、大関から幕下まで番付を落とし、そこから這い上がって横綱にまで返り咲いた経験の持ち主です。弟子の指導には定評があり、令和のなしとも呼ばれています。そんな旭富士が白鵬の指導に当たるわけですが、簡単にはいかないだろうという見方もあります。白鵬を待ち受ける問題は日本国内だけではありません。母国モンゴルでも白鵬をめぐる問題が浮上しているのです。モンゴル出身の元関脇旭秀山は、白鵬がモンゴル相撲協会に無断でイベントを開催し、自身に迷惑をかけたと訴えています。詳しく説明すると、白鵬は昨年11月、モンゴルで白鵬杯という青少年相撲大会を開催しました。大会自体は成功し、モンゴルのテレビ局が中継するほどの注目を集めたそうです。しかし問題は、この大会がモンゴル相撲協会の許可を得ずに行われていたことでした。モンゴル相撲協会会長である旭秀山は、白鵬の行為によって会長の座が危うくなるほどの批判を受けたといいます。なぜなら白鵬は旭秀山を兄貴分と慕っており、旭秀山の立場を考えずに行動したからです。白鵬は旭秀山の力士人生のスタートを支えた恩人なのですが、その恩を仇で返す形になってしまったのです。白鵬は旭秀山に謝罪したそうですが、その内容は新しいマネージャーがルールを知らず勝手にやってしまったというものでした。これでは責任を部下に押し付けているだけで反省の色が見えません。旭秀山は表向き白鵬を許したものの、こうした問題が白鵬の評判を下げる要因になっていることは確かです。さらに旭秀山は日本相撲協会に対しても批判的な姿勢を見せています。白鵬への処分が重すぎるとし、モンゴル出身力士への差別だと主張しているのです。旭秀山は日本相撲協会が白鵬をいじめすぎだと述べ、処分の内容に疑問を呈しました。過去にも弟子の暴力問題で処分された例はあるものの、師匠が部屋を閉鎖されるまでには至らなかったというのです。旭秀山は白鵬への処分は白鵬がモンゴル出身だからではないかと疑っているようです。こうした旭秀山の主張はモンゴル国内でも一定の支持を得ているようです。旭秀山によれば、モンゴルのメディアの多くが日本相撲協会の処分に疑問を呈しており、モンゴル国民の間では白鵬への処分を差別だと捉える向きもあるそうです。しかし、日本国内では旭秀山の発言には批判的な意見が多く見られます。
白鵬は日本国籍を取得しているのだから、日本国内の問題に外国が口出しするのはおかしいというのです。また白鵬の過去の不祥事の数々を考えれば、今回の処分は妥当だという意見も強いようです。では旭秀山はなぜこうした発言を繰り返すのでしょうか。一つの見方として旭秀山の政治的野心が指摘されています。実は旭秀山は2024年6月にモンゴルの国会議員選挙に出馬予定であり、さらに2027年の大統領選への出馬もささやかれているのです。白鵬問題に積極的に介入することでモンゴル国民の支持を得ようとしているのではないか、そんな見方もできるでしょう。実際旭秀山は過去にも白鵬絡みの問題に介入し注目を集めています。2017年の春馬富士暴行事件の際には、被害者の鷹の岩関に多額の示談金を提示して問題を早期に決着させようとしたのです。こうした旭秀山の行動からは政治家としての野心が透けて見えます。白鵬問題についても旭秀山の発言の全てを真に受けるのは危険かもしれません。実際旭秀山の主張には事実誤認と思われる部分もあります。例えば白鵬の実家が貧困だったという発言は白鵬自身の自伝の内容と食い違っているのです。さてここまで白鵬の問題について詳しく見てきましたが、最後に伊勢ヶ浜部屋の今後について考えてみましょう。伊勢ヶ浜部屋には白鵬の他にも照ノ富士、鶴竜、若隆景といった有望な力士が所属しています。白鵬の経験と指導力は彼らの成長に大きく寄与するはずです。実際合併後の初稽古でも伊勢ヶ浜部屋の力士からはいい稽古だった、これを続ければ強くなれるといった前向きな声が聞かれました。しかし課題もあります。宮城野部屋から移籍してきた力士と、もともと伊勢ヶ浜部屋にいた力士との融和はすぐには進まないかもしれません。互いに呼び方一つわからないような状態だそうです。時間をかけて新しい人間関係を築いていく必要がありそうです。また白鵬自身の立場も不安定だと言えます。師匠の朝日富士は来年定年を迎えるため、その後は白鵬がどのような立場になるのかわからないのです。宮城野部屋の再興を目指すのか、伊勢ヶ浜部屋で指導を続けるのか、その行方は現時点では見通せません。さらに照ノ富士との関係にも注目が集まります。照ノ富士は白鵬が現役時代に厳しい指導を受けたとされており、その時の恨みを持っているのではないかとささやかれているのです。2人の関係がどのように変化していくのか見守る必要がありそうです。白鵬の新生活は期待と不安が入り混じる形でスタートしました。過去の不祥事の影響は根深く、簡単には払拭できないでしょう。加えてモンゴルでの問題や旭秀山の介入など白鵬を取り巻く状況は複雑です。しかし伊勢ヶ浜部屋という新しい環境は白鵬にとって再起のチャンスでもあります。自らを律し弟子の指導に専念することで少しずつでも信頼を取り戻していくことができるはずです。旭秀山の言動に惑わされることなく自分の道を進んでいくことが大切だと思います。伊勢ヶ浜部屋の行方も注目されます。白鵬という大きな存在を迎え入れたことで部屋の雰囲気は大きく変わったことでしょう。力士同士の新しい関係性が築かれ、白鵬の指導が実を結べば伊勢ヶ浜部屋は名門としてさらなる発展を遂げるかもしれません。白鵬の今後の動向から目が離せません。彼の再起の道のりは平坦ではないでしょうが、一歩一歩前に進んでいってほしいと思います。皆さんは白鵬の再起についてどのように考えますか。そして伊勢ヶ浜部屋の今後の展望についてはどうでしょうか。コメント欄で意見を聞かせてください。今回の動画が白鵬と大相撲の将来について考えるきっかけになれば幸いです。それではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。